国立がん研究センター中央病院簡単睡内科気象がんセンターの非常化すでございます。今日は気象がんミート剤エキスパートレアキャンサーライブラリーの第13回として神経内分泌腫瘍の総論についてお話ししたいと思います。それではよろしくお願いします。神経内分泌腫瘍ネットの罹患率であります。けれども、2016年にネットと診断された方。 6, 名でありましたこれは10万人当たりに換算すると3.53人ということとなっております。希少がんの定義としましては、人口10万人あたり 6, 人6例以下の6例未満の発生率でありますので、希少がんということになります。さて、この神経内分泌症、ネット。 とはということで少しお話をしたいと思います神経内分泌細胞は全身に分布しますのでネットは全身に発生します主に消化器これが60から70%に発生しまして気管支肺が20から30%に発生します消化器の中では直腸が最も多く次いで膵臓となっております また、えー、消化器や肺以外にも、えー、胸腺、卵巣、まあ、その他、えー、前立腺、腎臓、いろんな臓器に発生します。膵臓のネットの発生,部位発,発生墓地でありますけれども、ブドウの房に例えられます。えー、このブドウの果実に当たるのが、染膀細胞であります。そして、えー、それをまあ食べてしまった、下手ですね、に当たるのが、この導管細胞になります。 でえー、ところどころにこういうふうに浮いているのが、えー、内分泌細胞、ランゲルハンストと言われるものになります。すい臓の場合はです、ね、この内分泌細胞、ランゲルハンストっというのは、えー、非常に少なくて5%でありますで。それぞれの腫瘍が、えーまあ、あるわけなんですけれども、この導幹細胞から発生するものがいわゆる通常型膵がんと言われるもので95%に当たります。また、細細胞胞から出るものは これは非常に稀で1になりますで一方、このネットと言われるものはこの内分泌細胞から出ましていわゆる膵臓が膵臓腫瘍の中の3%程度を占めます一方、消化管のネットの発生防止としましては、えー、こういうふうに胃、ねまあ、や腸を輪切りにしたときに一番表面側が粘膜層になります。 粘膜下層、筋層と続くんですけれども、この粘膜層のです、ね、やや深いところ粘膜深層から発生するというふうに言われています。ですので、なんとなくこういうふうにです、ね、皮を一枚ちょっとかぶったような形で見られるというのが、まあ、ネットの特徴かと思います、はい、これ、よくあのご質問いただくんですけれども、これ、ネットって癌ですか、それとも癌じゃないんですかというご質問があります。 私はよくこのカメレオンに例えてお話をしておりますが非常に難しい質問ですねとただまあネットこれはですねカメレオンのようなものでいろんな顔を持ちますただまあ基本的には悪性しようと考えてくださいということでお話をしておりますまあすなわちですねとってもおとなしい場合がありますこれがネットの中の多くを占めます 直腸や胃にできたこんなようなですね、ポリープみたいな非常に小さい病変ですね膵臓にできる場合はこういうような形でクリッとしてよく染まる腫瘍でありますまこういったものをですね見てて昔これはこのネットというのはカルチノイドがんもどきとも呼ばれておりました一方ですねとっても立ちの悪いネットこれもありますま頻度は少ないんですが 直腸の場合もですねこういうような非常に多発の寒天を伴ってたりすい臓の方でもですねこういうような大きな寒天を多数認めるこういうような非常に立ちの悪いネットもございますがん、まあ、とネットの違いということで代表としてですね膵臓で比べてみたいと思います。 すい臓がんの場合はもうこれはですね悪性度で見ますととても立ちの悪い均一な集団と言えると思います一方で膵臓のネット先ほど言ったようにおとなしいものから立ちの悪いものまでかなりですね幅広く存在しますこのその悪性度をですね分類したものがえー who 分類と言われるものでありまして、えー、ネットの g1 G2 G3、そしてネックというふうに4段階に分かれます。これ、昔はですね、えー、これはなかったんですね。でえー、まあ、2000年に入ってからこういうような分類ができるようになりまして、まあ、非常にやっぱり分かりやすくてありがたいかなというふうに思っております。でも、これネットのグレード別に見た像になります。けれどもまあ、g1 の方ですね。で g2。 の方そして、えーまあ、この方 G3 の方なんですが、まあ、こういうふうにですねだんだんやっぱりまあ、あのなんとなくいびつな形がしてサイズも大きくてということが見て取れるかと思いますで小さくてですねこういうおとなしいものはまあ、経過観察で良いものもございますしかもしかしまあこういったような大きいものはやはりすぐに治療が必要なものまでありまして非常に幅広いというのがやっぱり特徴であります 直腸の方でも見てもらってもやはり同じようにですねこんなふうなおとなしそうなものから出血して非常にあの悪そうなものそして先ほどお見せしましたがこういうような寒天を伴うものまでありますまあ、直腸の場合はですね内視鏡でまあ、基本的には結構すぐ取りやすいので内視鏡で取ってしまうということがよろしいかと思います。 まあ大きくなると、まあ、こういうような場合はですね外科切除が必要になったり、まあ、こういう肝臓に転移が来たら、まあ、抗がん剤が必要となる場合もあります。えー、ネットはですねほ、えー、のがんと違って転移があっても外科切除が可能な場合もあります。 例えばこの方膵臓のネットがあってこういうふうに多発の寒天異があった方ですけれども、まあ、お薬をです、ね、薬物療法を数ヶ月やってあんまりこうアグレッシブにです、ね、急に増殖しないということが分かった場合には原発も寒天異も含めてですね切除しに行くということもあります。このの方も水蔵と肝臓を取ってその後術後術1年間 まあ無再発で元気で過ごされておられます。ということでですねネットはもう非常にカメレオンのようなもので、まあ、いろんな顔を持ちますのでこの最初が肝心特にこの診断というところを重要視しております。先ほどの悪性度以外にもですねこういったようなものをちゃんと調べてそれから治療にあたるということが大事であります。 これは、えーまあ、治療時に考慮すべき因子としてですね、まあ、ヨーロッパのネットのガイドラインにも、えー、こういうふうな5つの因子が重要ですよということが記載されております今日はこの、まあ、中から2つですねちょっとご説明したいと思います、えー、1つはこのやはり先ほど言ったような悪性度グレードというものになりますこれがネットの G1G2G3 そしてネックというふうに分かります まあ我々はやっぱり、えー、この悪性度を知ることで何を見たいかということなんですけどやはりですね、まあ、その疾患の、まあ、予後です、ねえー、がどんなものかということを大体やっぱり把握してないと治療にやっぱりあのちゃんとした正しい治療ができないんじゃないかというふうに考えております。 でこれは、まあ、あのスペインのです、ねえー、レジストリーデータというかなり大規模な、えー、患者さんの数で調べた、えー、ネットの予後という形になりますが、まあえー、ここ横軸見ていただきますとここ10年で見ていただければと思います。えー、ネットの G1 の方の、えー、予後、まあ、10年生存率と、まあ、言われるかと思いますけどだいたい70%。 ですね、ネット G2 これも幅が広くて3%から20%まであります3から10%ぐらいの敬愛が低い目のところはだいまあ60%そしてネット G2 でもやや高めの人になってくると10年生存率は40%程度ということになってきます G3 になってきますと10年生存率は20%ということでやはり随分変わってくるなということが分かるかと思います。 さてもう1つですね、えー、原発臓器、これもまあ非常に大事です。先ほどお話ししましたようにネットというのはこれもぜ全身に発生しますのでね、えー、そこが、えー、やはり、まあ、予後が臓器によって変わってくるということが大事になってきます。これは遠隔転移を伴う方の G1、えー、G2、ね、の、えー、予後という形になります。 でまあ、あの半分に線を引いてこちら左側が予後不良右側が予後良好というふうにまあ分けられるわけなんですが、まあ、やはりですね日本人に多い膵臓とか直腸とか、まあ、この辺りがまあ基準というふうになりますちょうど膵臓がですね、まあ、予後良好予後不良の間ぐらいになりますでこの,あの薄緑 とオレンジ色で見ていただきたいんですけれどもこちらの方がですね1988年から2004年のまでの方の予後そしてオレンジの方は2000年から2012年までの予後という形になりますが5年生存率これ60か月27は27か月でありますが、まあ、見ていただきますとね分かるように、えー、倍ぐらいですね、えー、生存率が伸びているということが分かると思います。 20年経ったらら倍ぐらい伸びてますで今あのもうこのデータでご説明ができるのは膵臓のネットの方の5年生存率は、まあ、ちょうど50%ぐらいですよというお話になるんですけども、まあ、今私がですねネットの患者さん見させていただいてますけども、えー、5年生きられる方が半分しかいないっていうのはもうとてもそんな状態ではなくてもっともっと長く皆さんお元気で過ごされてます。 これはですね、まああの、何年生存率ということこれはですね、魔法の数字のように、まあ、どうしても見て取られて皆さんそれを見て、まあ、一喜一憂されるわけなんですけれども、まあ、これはですね、まあ、あくまで過去の数字です10年生存率といったらこれはも10年前の治療を受けられた方でありますから、まあ、これ正しいんですけれどもこれだけには惑わされないでくださいねということを、まあ、私は、えー、常々お話ししております。 やはりこういうデータを見るとです、ね、す膵臓というのがどうしても一番下に来てしまいます、まあ、非常にミゼラブルで,です、ね、10年生存率はもう数%、パーセント3%とか4%とかって言われますが、今です、ね、す膵臓後の治療をしている方は、もっともっとやっぱりいい数値となっております。ただ、まあ、その今、治療されている方が、こういうデータとして出るのは、5年後、10年後ということになってきますので、まあ、決して惑わされないでいただければというふうに思っております。 さて、えー、このネットに対する薬物使用ですね、まあ、先ほど言いましたようにもう,もう本当に10年一昔というのはよく言ったもので2011年からこの2021年までの10年間でこれだけのお薬がですね使えるようになりました逆に言うと2011年以前はまあ何にも使えなかったわけなんですがもう今はこんだけですね多くのお薬が使えるようになったわけでありますしかも、えー、今年 このまあ、皆さん、ネットで,です、ね、治療されている方は待っている方も非常に多いと思いますがこの PRRT というものも、えーまあ、保険に通る見込みであります、まああの。この表を見ていただけると分かりますように10年間でこれだけの薬が使えるようになりました、まあ、ソマトスタチンアナログとして2種類分子標的治療薬として3種類。 このスルファチリブというのはですねまあ、あのまだ海外のみですけれどもまあ、近く日本でも治験も始まりますので数年内には日本でも使えるようになると思いますそして細胞障害性の抗がん剤も使えますそして先ほどお話ししましたこの内容療法 PRRT も使えるようになるわけであります 今日はこの総論ではありますけれども特にこの PRRT が新しい話題ですので少しお話をしたいと思います。ネットにはですねこの細胞膜にソモトスタチン受容体というネットにしかないようなレセプターがあります。 でこのソマトスタチンレセプターというのはほとんどのネットの方で発現をしています。これソマトスタチン状態を染めたいわけですけれどもきれいにこう染まっているのが分かるかというふうに思います。この SSTR のは1から5までこの存在するというふうに言われておりましてこの SSTR を利用したですねネットの診断治療というものが行われるこれがやはりほ他の腫瘍と違ってネットに非常に特徴的なものとなります。 ままず診断としましてはソマトスタチチンン状態のシンチグラフィこれがありますこれはこのペプチドといわれるものにですね放射線でありますインジウムガンマ線の一種ですけれどもこれをくっつけることでオクトリオスキャンという診断につながるわけであります。 これはこの方ですねネットで観点医がある方ですがこのオクトレオスキャンの注射をすることでネットのところにそれが取り込まれますでそれをこのスキャンで撮影することでかなりですね、まあ、あの白黒はっきりついてピカッと光ってよくわかるということになるわけです、まあ、これで SSTR の発言がこの方はありますよということがわかるということがまあ一つの大きな意義という形にはなりますが 他にはでこういったものにも有用でございます。この方ここにですね骨転移の腫瘍があるんですけど CT ではなかなか分かりにくいんですがこれオクトリオスキャンをするとこういうふうにピカッと光ってくれて診断の補助になるということでありますまた治療にこの SSTR を利用した場合ですね治療に移りますと ペプチドだけもこのソマトスタチンアナログということで治療につながりますさらにですねこのペプチドに今度はルテチウムという β 線これをくっつけたものこれが PRRT になるわけでありますこういうふうに細胞膜を通してですねこの β 線が細胞の中に入ってそれで治療薬として腫瘍をやっつけてくれる という形になります。先ほどお話ししましたように、えー、ガンマ線これをくっつけると診断なんですね。で、これをベータ線に変えると、これは治療ということになって、各種をガンマ線からベータ線に変えると、診断から治療薬に変わるこれをですね。最近のこういった核医学では、セラノスティクスとまあ、診断と治療をまあ組み合わせた造語になるわけですけど、まあ、こういうことができるようになりました。ということであります。 この PRRT というのはですねヨーロッパの方ではもう20年以上前から使われてた治療の一つでありますこれがベー β 線になりますけれどもこれを注射で入れることでこのレセプターを通じてですね腫瘍の中に入ってそして腫瘍をやっつけてくれるという、まあ、非常にですね、えー、効きそうな治療薬であります実際非常に走行率も高いわけなんですがもう一つの大きなメリットとしましてはですね これあの六ヶ月の間に四回まあ注射を打つだけなんですね。でその間八週間間が空くわけですけど、この間は飲み薬とかまあ点滴治療とかそういったものは一切する必要がないということで、まあ非常に体にも負担の少ない治療なわけであります。でまあ非常にこのお薬、えー、いろんな方からも待望されているわけですけれども、は、えーまあ、去年ですねの夏に、えー、製造販売承認の申請が行われました。 大体1年ぐらいで承認されるというふうに言われてますので、今年の夏から秋ぐらいの間に保険適用になるんじゃないかというふうに見込まれております。はい、ということで、まあ、これが最後のスライドとなります、テイクホームメッセージでありますが、まあ、ネット、これはですね、カメレオンです、まあ、いろんな顔を持ちます。でで,すので、すのどういった、まああの えと悪性度なのか、まあ、原発部位がどこなのか、まあ、こういったところをちゃんと診断する、まあ、これが非常に重要でありますで。慌ててやはり治療、治療をしないということが大事かと思います。しっかり調べて評価をする、まあ、それから治療に移るということが大事であります。それとやはりこのネットというものは気象がんであります。ですので、まあ、あの治療に悩んだり、ですね悩ましいときには、ぜひこの気象がんセンターにご相談いただければと。 いうふうに思います以上となりますご視聴いただきましてありがとうございました